よし、よろしくお願いします。本日5時間目、皆さんもね、すごい配信同じ感じというか同じ画角でたくさんやっちゃうんですけど、本当見に来てくださって本当にありがとうございます。申し込んでくださった皆さんも本当にありがとうございます。それでは書いていきたいと思います。まず2月8日ヨッシーさん、ヨッシー、ヨッシーさん、じゃあ今回からはなんか顔で表現とかポーズで表現とかが結構か同じ方がありがたいことに申し込んでくださってたりするので、ちょっと絵を描きたいと思います。ヨッシーさん、こんな絵、ヨッシー、これ一応マリオのヨッシーを描いたつもりです。お次は高藤さん、高藤さんはこちら、なんかちょっと高そうな唐辛子ちょっと長くて高そうな唐辛子です。ありがとうございます。次はちかさん、ちかさんはこちら、すごい近いって感じで、ちかさんの絵はこちらです。ちかさんありがとう。次は京平さん、京平さん、京平さんはワンコですなんでワンコかというと、京平さんと聞いた時になんだろうと思って、で、あ、ワンコ、なんか動物で考えたら犬っぽいなって思ったのでなんとなく犬です。京平さん犬好きですかね。好きなはず、きっと。ありがとうございます。次はゆうじろうまるさん、ペンギンと愛の弓です。かわいい、ありがとうございます。ゆうじろうまるさん、ペンギンちゃんかわいい。次はトリッピー母、トリッピー母、鳥だし、あと母なので、あれよ、あれをしてます、これ、あれよ、エプロンありがとうございます。お次はチロルことカネリンさん、チロルことカネリンさん、じゃん、チロルことカネリンさんはチロルチョコです。チロルチョコ、なんかチロルチョコのチョコミントがあるらしくて、それめっちゃ食べたいんですよね。カネリンさん、お、いる、ありがとうございます。次はカズサさん、の数は数字が入っているので、私が特に好きな数字が3なんですけど、なので3を可愛くしました。口パッチみたい、ありがとう。3が好きな理由は、なんか数字、好きな数字聞かれることあるじゃないですか。その時に私誕生日が3月生まれだから3をよく答えてたんですよ。そしたら3が好きになりました。次はノマーニーさん、ノマーニーさん、なんかマカロニっぽいので
カロニサラダに使われる材料マヨネーズとマカロニとハムです。ノマーニーさんありがとう。美味しいマカロニサラダになってください。なりましょう次はトマベチマコトさん、ちょっと珍しい名前ですね。トマベチなので、じゃあトマト、トマベチ、あ、いらっしゃる、ありがとう。トマト、私はちょっとトマトね苦手なんですけれども、でもトマトソースとか大好き。そう、ケチャップとか。次は藤巻さん、藤巻さんは富士山と巻物です。藤巻さんありがとう。お次はポンケさん、かわいい、ポンケさんなんかかわいいね。ポンケさんはポンポンってやつはね、ポンポンを持たせました。ポンポン、あの運動会とかのポンポンです。ポンポン、ありがとう、ポンキさん。あ、次はカネシンさん、カネシンさん、カネシンさんは、カネシンさん、お金のカネが入っているので、これ2万円札これ私です、真ん中にいるの。2万円札金心さんありがとう。いつか現実になったらいいですね2万円札私の。次はたけしっちさん、たけしっちさん、たけしっちさん、こちらです。たけしっちということで、たまごっちっぽい、たけしっちさんのたまごっちみたいな。たまごっち、ありがとう。紙幣になったアイドルね、すごいね、紙幣になったら。次はけいすけさん、すごいけいすけさん、 K が英語の珍しいタイプ。珍しい K が英語で、なので K を可愛く書いてみました。これね、 LINE のアイコンとか Twitter のアイコンとかしてください。こんな感じで K さんありがとう。 K すけさん伸びしろですねこんな K すけさん。次はスマイルさん、スマイルさん、スマイルさんということで、スマイル、超絶スマイルな女の子描きました。かわいい、上手に描けた、ありがとう。次は、あ、日付が変わり、次は2月11日です。チャピチャピさん、こちらです。水遊びって感じで、水しぶきのチャピチャピさん、ありがとう。次は、お、石田徹さん、同じだ、名前が。石田徹さんは、石田徹さん、こちら、石が通るみたいな
石田徹さん、石田徹さんありがとうございます。次は電化会さん、電化会さんこちらです。殿下ってなんか王様みたいな、殿下かーいみたいななんかちょっと変な子になってる私が、でもなんか言いたいことは分かるはず。次ははてなさん、私もハテナだし、かわいいハテナも描きました。ハテナさんありがとう。ハテナ次は、お、ヤピンスさん2枚、ヤピンスさん、じゃあ何しよっかな。じゃあピンスさん似顔絵描きました。メガネの口がちょっと似てる。ヤピンスさんありがとう、ありがとうございます。ヤピンスさん、お次はポリゴンさん、ポリゴンさん、ポリゴンさんこちらです。なんかゴンゴンっていう感じの人をイメージしましたポリゴンさんありがとう。お次はシュータさん、漢字のシュータさん、シュータさん、シュータさんはこちらです。じゃん。このね、羽が入ってるので羽をつけたシュータさん。ありがとう、かわいい。ありがとうございます。お次はシュウキチさん。シュウキチさんはね、たくさんあのサイン会今までやってくださるたびにおみくじをやってたので、それを絵にしてみました。シュウキチさんすごい、来年からシュウキチっていうおみくじの中身が出てきそうなぐらい今日いっぱい言ってるおみくじで、ありがとうございます。次はショーンさん、ショーンさん、じゃあショーンさん、ニッパーさん描きたいと思います。ショーンさんありがとう。お、見てる、ありがとう。これニッパーさんがイエってやったの、かわいい。ありがとうございます、ショーンさんありがとう。次はトーモさんです。トーモさん、トーモさんって聞いたときになぜかちびまる子ちゃんの、あのまるちゃんの友達が思い浮かんだので、まるちゃんの友達を描きました。なんだっけ、たまちゃんだ、なんで思い浮かんだんだ、描きました。ありがとうございます、トーモさん。2月11日、あと次はゆうすけさんです。ゆうすけさん、ゆうすけさん、ゆうすけさん、なんかお花がゆらゆらって感じがしたのでひまわりを描きました。ゆうすけさん、私はひまわりの花結構上位に来る好きさなんですけど、ゆうすけさん好きですか、何が好きでしょう。ありがとうございます。
次はのぞみ4号さん。お、これはもう のぞみ4号さん、ありがとうございます。ありがとう。お次はゆうすけさん、英語のゆうすけさんです。ゆうすけさん、可愛い絵を描きました。ゆうすけさん、ありがとう。ゆうすけさん、ありがとうございます。ということで、お次は2月23日に行きたいと思います。かつみさん、ありがとうございます。かつみさんなので、かつって感じで、あ、かつ、かつかこ、かつ丼。上手にかけた。カツ丼、カツミさん、カツ丼、カツミ、ありがとうございます。カツミさん、お次はカズタカさん。カズタカさん、カズタカさんはタカってことで、鳥のちょっとかっこいい鳥を描こうとしたんですけど、ちょっと可愛い感じになっちゃった。カズタカさん、ありがとうございます。パタパタ。お次はミムメモさん。お、ミムメモさんはマーク来ました。これ間が抜けててね、そう、間抜けさんっていつも握手会で呼んでるから、ま、間はどこって感じでありがとうございます、ミムメモさん。お次はムッシュテルさん。ムッシュテルさん、ムッシュテルさんはなんとなくムッシュテルって感じと愛してるがなんか発音が似てるなと思ったので、メガハーツの子を描きました。ありがとうございます。お次はヒカルくんさん。ヒカルくんは光ってるって感じなので、キラキラ光ってる男の子描きました。すごくめっちゃ可愛く描けた。ひかるくんさん、ありがとう。お次はななみさん。ななみちゃん、ななみちゃんということで、なな、可愛い親指にニコちゃんしました。あと私のほくろ、ななみちゃん、ありがとうございます。次はごましろさん。ごましろさん、ごましろさん、こちらです。白ご飯にごま、ごまが乗ってます。ごま、ありがとう。ごましろさん、お米、お米食べたいね。次は大木奈々さんです。
大きなさん、こちら大きな木を描きました。この木なんの木、大きなな。ありがとう。お次はポリゴンさん。お、2度目、またもやさっきぶりですね。ポリゴンさん、こちらです。なんかポリゴンさん、なんか強そうな顔って感じがしたので、イソーポリゴンという怪獣なので、可愛い怪獣を描きました。ありがとうポリゴンさん。お次はケンタロウさん。太郎さん、じゃん。ちょっと想像で似顔絵描いてみました。似てたらアイコンとかにしてください。健太郎さん、ありがとう。次は健吾さんです。お、レアが出ました。レアはこの目がハートになってるやつです。レア、レア、ありがとう。ケンゴさん、レア。ケンゴさん、レアということで、じゃあレア、キラキラ、レア。ケンゴさん、ありがとうございます。ありがとう。次は炎上さん。うがちっちゃいうですね。炎上さん、こちらです。そう、火のマークと、あと目玉焼きを作ってるマーク。ありがとうございます、炎上さん。お次はですね、3月21日に行きたいと思います。名古屋のひーくんさん、ありがとう。名古屋のひーくんということで、名古屋なのでね、じゃん、手羽先です。おー、見てる、ありがとう。名古屋といえば手羽先、ありがとうございます。食べたい。次は、お、にやつき男さん。にやつき男さん、ありがとう。似顔絵描きました。アクスカイをよく来てください。ありがとうございます。にゃ。お次が西尾さん。西尾さん、にゃー。猫ちゃん描きました。西尾さん、ありがとうございます。お次は春やんさん。ハリアンさん、さっきもね、桜のポーズとかやったので、桜を描きたいと思います。じゃん、桜。ハリアンさん、ありがとう。かわいい。でも桜ってこう咲いてないですよね。木だよね。どうもいいか、桜。ありがとうございます。お次は、どこまで行ってく、あ、もかじさん。もかじさん、もかじさんということで、なんかなんちゃらもかみたいな感じなので、なんちゃらもかを書きました。あ、カフェもかみたいな。もかじさん、ありがとう。お次はですね、てんちゃんさん。
ちゃんさん、こちらです。エビの天ぷら食べたい。エビの天ぷら、なんて言うっけ。エビの天ぷらじゃない、エビの天ぷらじゃないや、なんだっけ、なんだっけ。あ、いや、コメント止まってる。エビフライだエビフライが出なかった。エビフライです。ありがとうございます。ということで、次はマサさん。じゃん、マサさん、ニッパーさんが来ました。ラブ、マサさん、ありがとうございます。次はうまっちさん。うまっちさんはうまちゃんを描きました。うまちゃん、体がすごい真正面から見た馬みたいになってる。馬、ありがとうございます。うまっちさん、お次はりゅうじさん。りゅうじさん、リュウジさんだけど、ルイージを書きました。ルイージともね、見えちゃうので、ルイージを書きました。 L、 ありがとう、ルイージ。ルイージって言っちゃったリュウジさん、ありがとうございます。次はナナさん。ナナさんはここにナナを描きました。ナナさん、ちょっと岡田奈緒さんっぽい人になった。ありがとうございます、ナナさん。次は長谷川さん。長谷川さん、こちら川です長谷川さん、ありがとう。次はスマイルさん。スマイルさん、スマイルさん、こちらです。スマイル、スマイルは0円みたいなあるよね、マックで。あれを表しました。笑顔は無料、ありがとうございます。次はマッチーさん。マッチーさん、マックです。マックじゃないマッチ、私マッチつけれないんですよね、ピュッとやるやつ。マッチーさん、いらっしゃる、ありがとう。ギュッて、なのでいつかつけれるようになりたいと思います。次は吉丸さん。吉丸さんということで、丸をいっぱい描きました。吉丸さん、ありがとう、いつもありがとう。吉丸流、ありがとうございます。ということで、これで21日分は終了いたしまして、次は4月5日に行きたいと思います。まず藤田浩二さん。藤田浩二、藤田浩二さんの想像似顔絵です
そうなんか漢字が多くてね、なんかシャキーンって感じがしたのでシャキーンとさせました。ありがとう。お次はムックさん。ムックさんはね、丸物キツのワンちゃんのムックさん、ムックを想像してワンちゃんが来ました。ムックさん、ありがとう。ムックさんもう一枚ありますね。ありがとうございます。さんはね、ナンバも好きということでヒョウの顔を描きました。顔ありがとう。お次は塚本さん。塚本さんは本を書きました。本、塚本さん。塚本さん。絵本。今日のおすすめはあれです。僕は明日昨日の君とデートするの小説がおすすめです。ありがとう。次は哲也さん。哲也さんは馬を描きます。哲也さんとは馬トークをするのでアクスカイとかで馬を描きました。ありがとう哲也さん。ございます。次はですね、ヤオトンさん、ありがとうございます。ヤトウさん、こちらです。いや、さっきポーズの時に柔らかい豚ちゃんってやったので柔らかそうな豚ちゃんを描きました。かわいい。ありがとうございます。次はのぞみ4号さん。さっき新幹線描いたので、お次はこちらです。新幹線である硬いアイスあれ大好きだけど、リッチのお値段だし硬いので、たまにご褒美みたいな感じで買いますありがとう。次はともちゃんさん。じゃあニッパーさん書きたいと思います。ともちゃんさん、ありがとうございます。イエイ。そう、抹茶のアイスとか買う、たまに好き。次は、ゆうたさん2枚ありがとうございます。さん、似顔絵を描きました。アクスカイを描いてください。優しい、はぁーって感じトトロみたいな人です。ありがとうございます。お次は、次は4月18日に行きたいと思います。マサタッカーさん、
サタッカーさんは、お、いらっしゃる、ありがとうございます。ニッパーさんが手をパーってしたのが来ました。多分人生初、初めて書いた。ニッパーさんがパーって手開いてるの初めて書きました。では、ありがとう。サタッカーさん、続きまして、イッシーさん、こちらです。川の近くにある大きい石を描きました。おじゃる丸とかで、カズマ、あの石が好きなカズマがよく拾ってくるような石です。ありがとう、石井さん。お次は杉谷さん。杉谷さん、こちらです。杉谷さんはね、金髪の時がある時とない時があるんですけど、よく一番最初のイメージが大きくて、そう、金髪くんって呼んでるので、金の髪を描きました。やったー。次はムッシュテルさん。ムッシュテルさんは、さっき愛してる、似てるって言ってあれ書いたの、次はニッパーさんのメガハートバージョン。ありがとうございます。次はジムジムさん。ジムジムさん、ジムみたいなことで重量上げみたいな。ジムジムさん、ありがとうございます。次は本家さん。本家さんはたぬき描きました。ポンポコー、本家さん、ありがとう。ソロコンのセトリが出したらかった、うれしい、ポンクさん、ありがとうございます。次はロアルトさん。ロアルトさんはなんかパッと思い浮かびました、今。なんかロアルトっていうお菓子があったら絶対美味しいだろうなと思って、ショートケーキを描きました。ロアルトさん、ありがとう。次はマイさん。お、レアが出ました。マイさんのレアはこちら、猫ちゃん。にゃー、レアです。ありがとう、マイさん。にゃーにゃーにゃー、ありがとうございます。次はふみひこさん。さんはこちらです。なんか織彦、織彦じゃない、織姫と彦星みたいな感じの名前なので、彦星を書きました。ありがとう。次はですね、4月26日に行きたいと思います。まずアグネスさん、2枚ありがとうございます。アグネスさん2枚ありがとう。ニッパーさんと、アグネスさん何があるだろう、あ、じゃあそのアバター描こうかな。アグネスさん、これアバター2ドル、ありがとうございます。オンライン話し会で放送ね、楽しみ。次はコックさんのシゲさん。さんの死をカタカナで書いちゃった、私としたことが。すいません。
バックさんのしげさん、じゃん、これもコックさん書きました。しげさんありがとう、いつもございます。次はカズタカさん、カズタカさん、ちょっと初めて私を書いてみました今日の私ありがとうございます。次はマキシさん、マキシさん、マキシさんはニッパーさんと巻物みたいな感じで巻いてるやつ書きました。ありがとうマキシさん。次はマ、マ、あ、次もレアだ、マサフミさん、マサフミさんレアが出ました。ワンワン、ワンワン、ありがとう、レアです、ありがとうございます。次はお、デマカセプリンスさん、じゃん、山笠プリンスさんはプリンスを書きました、王冠、ありがとう。お次はピラリンさん、ピラリンさんは似顔絵を描きましたこちらです似てる、ありがとうございます。次はウィズラブさん、 WITHLOVE さん、ウィズラブさんはこちらハート、ウィズラブさんありがとう、ラブ。次は横山子さん、山香さんです、これはカッコ地方って書いてある、ニッパーさん、ありがとう。次は WO さん、じゃあ狼が描きました、 WO さん、ガオー、ありがとうございます、ガオー。次は勝也さん、勝也さん、このカツが乗った寿司を書きましたそう、なんかお肉が乗ってるお寿司屋さんでさ、お肉が乗ってるやつあるやん、あれを書きました、ありがとうございます。お、いらっしゃる、ありがとう。次はチューバーさん、チューバーさんはカメラ、そういうなんか YouTuber さんが思い浮かんだのでカメラを描きました、ありがとうございます。次は駒田康隆さん、駒田康隆さん、駒田康隆さん、マックス会とかもありがとうございます。
次はマチロンさん。マチロンさん、なんかマカロンに似てるので響きが。マカロン書きます。マカロン、マチロンさん、マカロン、マカロン食べたい。昨日コンビニでマカロン見つけたんですよ。ありがとうございます。次は、お、磯野カツオちゃんさん。磯野カツオちゃん、じゃん、カツオとカツオのたたき叩きました。ありがとうございます。いらっしゃる、ありがとう。ということで、お次は5月10日に行きたいと思います。まずリプシーさん、リプシーさんはいつもねリプトンとかお茶の話をするので、お茶です。ありがとう、リプシーさん。次はふうすけさん、ふうすけさんはこちら風船です。ふうすけさん、ありがとう。あ、いらっしゃる、ありがとうございます。次は、お、福岡のカエルくん、2枚ですね、ありがとうございます。2枚書いていきます。ニンパンさんと帰りが来ました、ありがとう。お次は尾道ラーメンさん、尾道ラーメンさん、お腹すく尾道ラーメンさん、いいですね、お腹すく。ラーメン、絶対結婚しようなってしませんありがとうございます。でもラーメンは食べたくなりました。お、次はともひろさん、3枚、ありがとうございます。じゃあ3枚書いていきます。このアバターのニッパーさん書こう。じゃあ、あと似顔絵描きますね。ちょっと全然に似てない似顔絵になっちゃった申し訳ないどうぞ、頑張りました。じゃあ、ともひろさん、3枚ありがとうございます。いっぱいありがとう、今日いっぱい、本当にともひろさん、ありがとうございます。はい、次は N700 さくらさん、N700 さくらさんも新幹線ですよね。新幹線と桜が来ました、ありがとう。次はみゆさん、
しそうな女の子を描きました。こういう顔みゆさんありがとう。次はお、みやおこうちゃんさん3枚ありがとうございます。みやおこうちゃん、今日たくさんありがとうございます。じゃあさっきモノマネしたツインテールのアバター描きたいと思います。あとみやこーちゃんさんの似顔絵、なんかすごい笑顔が優しいんですよね、みやこーちゃんさん。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。次はザッキーさん、ザッキーザッキーさんはザキ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 っていうのを書きました。お、いらっしゃる、スースー好きです、ありがとうございます。ザ、ザ、ザキザキザッキーさんありがとう。次はパープルさん、パープルさん、さっきブドウのねポーズをしたので、パープルさんブドウです、ありがとう、ありがとうございます。次はゆうたさん、お、ゆうたさん3枚ありがとうございます。ゆうたさん、ゆうたさん、じゃあトトロ描きますね。よし、いろいろ描きました、ありがとう、ゆうたさんありがとうございます。ということで、ここからは時を戻していきたいと思います。まず2月11日はまーくんさん、可愛い女の子を描きました、ありがとう。次はお、みゆきさん3枚ありがとうございます。お、りょうど、このニッパーさんのレアなやつが出ました、ありがとう。雪って入っているので、じゃあ雪だるま描こうと思います。みゆきさん3枚描きました、ありがとう。3枚ありがたいです。そしてキムチさん、おいしそう
私は納豆キムチが好きなので納豆キムチ書きました。キムチさんありがとう。次は2月23日お、まさひろちほいえさんです。いつもありがとうございます。じゃあちほいえって書いてくれてるので私がいえってしてるところを書きたいと思います。ヒロさん3月21日ですね。ヒロさん、ヒロさん、ニッパンさんが来ました。お、いらっしゃる。ありがとう、ヒロさん。ありがとうございます。ありがとや。次は4月18日のふくちゃんさんです。ふくちゃんさん、なんか縁起が良さそうな感じがするの。ふくふくを書きました。ありがとうございます。そして、お、ラストだ。4月26日まーくんさんです。マー君さんも今日たくさん書いた。いっぱいありがとうございます。本当にイニシャル A のマー君さんなので A を書きます。マー君さん A、 ありがとう。ということでありがとうございます。この7時間目は終了となります。今までね、あのジェスチャーとかポーズとかをしてたんですけど、それがちょっとかぶってきちゃったりしてたので、もうレパートリーが少なくなっちゃって、なので今日は今回の部はなんか連想する簡単な絵をちょっとだけパパッと描かせていただきました。ありがとうございました。ということで、じゃあお礼をしていきたいと思います。20位ふくちゃんさん、19位ゆきさん、18位ヨッシーさん、17位ムムさん、16位クリプトンさん、15位バンブーホースさん、14位カズサさん、13位ミムメモさん、12位タケアキさん、11位カネリンさん、10位マサさん、9位コモダさん、8位ニャオコーチャンヌさん、7位アグネスさん、ラッキーセブン、6位ジムジムさん、5位ゆうじろうまるさん、4位ドーグラスさん、3位大木奈々さん、3位まさひらさん、2位、そして第1位はキロロロロロヒュン電化会さん、イエイ、ありがとうございます。会社のキャミです。ありがとう、ありがとうございます。じゃあこの後最後の部8時間目も皆さんよかったらぜひよろしくお願いします。そう、サイン会申し込んでくださった皆さん、そして見てくださった皆さんも本当にありがとうございました。それではじゃあまた後で。